ニナ・ミハイロブナ・ベイリナは旧ソ連出身のバイオリン奏者、オデッサの生まれ。1953年にモスクワ音楽院に入学してアブラムヤンポリスキーにバイオリンを学び、1957年からレニングラード音楽院でユーリエイドリンに指示。1959年にはモスクワ音楽院に戻り、1961年までダビット・オイストラフの訓導を受けた。 1961年に、ブカレストのジョルジェーネスク国際バイオリンコンクールで優勝。1962年に、チャイコフスキー国際コンクールのバイオリン部門で2位。1963年に、ロンティボー国際コンクールのバイオリン部門で2位に、それぞれ入賞した。1977年に、アメリカに渡り、活動の本拠をアメリカに移した。ニューヨークにて死去。 2019年4月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年4月5日閲覧。ニナ・ベイリーナ・ディスコング・ソ・ハット、ゼーゼー・ファイ。2019年4月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年4月5日閲覧。ゲンスリンガー、ニール、ニーナ・ベイリーナ、ソビエト・バイオリニストフェスティバル・ファウンダー、d s 81。 ニューヨークタイムズオリジナルの2018年12月1日時点におけるアーカイブ http コロンスラッシュスラッシュアーカイブフェードアウトスラッシュ B2Z1H2018 年12月1日閲覧ありがとうございます